皆さんこんにちは、こちやさなえです。最近仕事が忙しいのと、オフ会用の新ゲーム制作のためなかなか動画が期日通りに上げれていませんね。投稿ペースは落ちちゃってますが、なるべくたくさんのグッズは紹介していきますので、皆さんどうかお付き合いください。それでは、今回紹介するグッズはこちら。機動武闘伝 G ガンダム石破天鏡ブルーレイボックスです。それでは解説へゴーゴー。このグッズは放送終了後から約22年後に発売されたもので、それぞれ35,000円ぐらいで販売されました。まず1巻の方から紹介します。1巻の収録内容は1話24話、パッケージはこんな感じです。これが1つ目、イラストかっこいいです。こちらが2つ目、就業時代のドモントマスターが書かれています。他の特典は、ドラマ CD 荻野書、アレンディ、ファイト、です。ドラマ CD はサントラに収録されていたガンダムファイターのインタビューをまとめたものです。シャッフルの5人とファイターではないですが、レインのインタビューですね。荻野書は設定資料のことで、こちらは初期校や当時の雑誌などが載っています。こちらには何月号かがちゃんと書いてありましたので、集めるにあたって非常に助かりました。アレンディ、ファイト、は今川監督が新しく書いたシナリオで、内容は、アレンディが代表に選ばれるまでの話です。ツインテールのノーベルガンダムなどが出てきますね。こんな感じで服も新しく書き起こされています。次は2巻の紹介です。1つ目のパッケージはこちら。よく見ると、他の出場者しているガンダムもいます。2つ目はこちら。どれも素敵なイラストで、ポスターでも出して欲しかったですね。2巻にもドラマ CD は付いており、こちらは世界考察骨売券が聞けます。世界考察骨売券の内容については長くなるのでまた後日解説しますね。こちらの扇の書はクラモデルや立体物が載っています。海外版モビルファイターシリーズも少し触れられていて、ゼウスガンダムが出てたのをこれで知りました。モビルファイターシリーズもほとんど揃えたので、またいずれ紹介しようと思います。そして最後、ガンダムたちの挽歌です。これは第5話に登場したドモンと同じ囚人部屋にいたバードマンというキャラとチャックマンとの間に因縁があったというアニメでやりたかったことを書き直したものとなってます。あと第1話に出てきたベルチーの警部も出てきます。1、これ本当に大好きです。漫画ではなく小説みたいなのですが、読みやすいのでおすすめできますね。小説版 G ガンダムは寝落ちしまくってました。だいぶ大雑把に紹介しちゃいましたが、あんまり言うとネタバレになるのでやめときます。最近まで2巻だけ5から6万円ぐらいしてたのですが、なんと30周年記念でこの度再販がかかりました。自分はすでに持ってますので今回の再販は買いませんが、持っていない方はこの機会にぜひ。ブルーレイなので画質もすっごい綺麗ですし、特典が面白いのでみんなも買ってね。それではバイバイ。